音十鎮は石川県松戸市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は中日ドラゴンズでスカウトを務めている。実家は新州大谷派の寺院。娘のオトカバ花はアイドルユニット、ナトカンの元メンバー。清涼校では1年生ながら甲子園にベンチ入りを果たし、美ノ島対清涼園長18回の試合では6番ライトで先発出場。 に安んを放つ。また、3年時には、春夏連続して出場している。高校卒業後は、名古屋商科大学に進学。愛知大学リーグで、通算99試合出場。385打数118、あんだ、打率。306、4本類四49打点。ベストナインに一度受賞。大学卒業後は、 社会人野球の新日本製鉄名古屋に進み、1987年のドラフト会議で中日ドラゴンズから5位指名を受け入団。1年目の1988年には強権、攻守の控え選手としてリーグ優勝に貢献。日本シリーズではスタメンにも起用される。第2戦では8回に山根和夫からダメ押しとなる2点タイムリーを打った。 しぶとい打撃と攻守で貴重な戦力として活躍するが、故障も多かった。1989年8月12日の中日対巨人戦では9回裏一までノーヒットノーランに抑え込まれていた巨人の先発、斉藤正樹から代打で右翼戦にヒットを打ち、斉藤のノーヒットノーランを阻止した。1991年1月に山田和都氏と共に、 長島清行との交換トレードで、広島東洋カープに移籍。1994年には、広島市民球場の外野フェンスをよじ登って、横浜、佐伯高弘のホームラン制の飛球を候補。この守備の映像が、松下電機の大画面、カラーテレビ、プレイバック横綱のテレビコマーシャルに使われたこともある。1995年は、プロ生活唯一の規定打席に到達し、 守備でもゴールデングラブ賞を初受賞。アキレス腱断裂で、戦線離脱した、前田智則の穴を埋め、主に3番打者として、金本智明を呼び、シーズン後半からレギュラーに定着した、小形光一と、外野トリオを結成し、優勝争いに貢献した。1995年シーズンオフ、若林隆信金銭との交換で再び、山田和都と共に、中日に復帰。 一石初年の96年は、レギュラークラスとして、中軸を打つこともあったが、1998年以降は、愛好岳に次ぐ、左の代打としての起用がほとんどであった。そのため目立った活躍をできず、チームが11年ぶりに優勝した1999年、限りで、現役引退。引退後の2000年から、中日のスコアラーに転身。 その後2002年に2軍外野守備コーチに就任。1軍外野守備コーチを経て2004年から打撃外野守備総類コーチに転任。その後打撃兼任を解かれて外野守備総類コーチに戻る。2009年からスカウトに転身した。中日のスカウト部で少年野球を担当する傍ら、2012年からジュニアドラゴンズの監督と東海ラジオの解説者を務める。 2013年にジュニアドラゴンズの監督を退任した。現在は北陸地区担当のスカウトとして活動している。ありがとうございます。